シーラーが見えた。私はコンシーラー使わないし持ってない。コンシーラーは持ってないよ。最近肌荒れないし。過去にどうなってるか想像さえつかないけど、こんばんは。わあ、光が近づいたら全然見て。こんばんは。みりんが9時半をお知らせします。9時半。今日もねちょっと早めにやって早めに終わろうと思います。はい。あ、もしもし。今ショールームしとるんじゃけど。うん。うん、また、え、なんで電話したんだっけな。あ、そうだ。ちょっとまた LINE するね。はい。え、何時から寝る？あ、消えちゃった。お母さんからでした。聞こえた？皆さんママの声。そう、サプライズゲスト。あ、声で分かった。面白い。なんかそう、ちょっとね今日急ぎの用事なんだろう、連絡してて、でもちょっと急いで確認取らないとっていうことがあったので電話したんだけど、出てくれなくって、さ、でもさっきなんだけど、ね、言うて30分前。そう、私が用事やってかけたので、またショールーム終わったらかけ直します。わかんない、もしかしたら寝てるかもしれない。ショールーム終わったら、うちのお母さん寝るの早いから。あ、令和の平和ソング見てくれたんですか。ありがとうございます。ありがとう。時半です。あ、メールはね7つ送ったかな。あ、1,2,3,4,5。あれ、あと1つ送ったっけな。送ってないっけな。送ったっけな。送ったっけな。送ってないっけな。ね、全国放送は9日なので、中国地方以外の皆さんはね、ぜひ9日にも見るから。私、あー見れ、ちょっと9日はリアルタイムで私は見れないので、はい、代わりに皆さん見て、ハッシュタグ ST48、 ハッシュタグ令和、平和の令和ソングと、ぜひつぶやいて私の知らぬ間にトレンド入りさせちゃってください。顎がテカってたか。これはね、パウダーですね。フェイスパウダー。あ、9日仕事休みだからリアタイで見れるの嬉しい。わあ、ちょうどよかった、ちょうどよかった。なあちゃんち機械楽しかった、ね、少しだけ移動中にね、少しだけ見ました。本当に2、30分ぐらいしか見えなかったんだけど、最初らへんかな、
めっちゃ最初らへんに見ました。一番最初は見れなかったんだけど、最初らへんの30分ぐらい見ました。最後のコーラス良かった。何歌ったの、ナナさん。全然見れなかった。いつ終わったのかも分かんなかった。あ、時間ぴったりで終わったの。そうなんだ。だから見れなかった。さすがナナさん。時間内に収めるのすごい。ね、すごいテキパキしてましたね。テキパキながらもこう、あ、知ってるみたいな。私もね、知ってる名前がちらほら、何々さんみたいな、なんかめっちゃちらほら知ってる名前が、なんか私は知ってる人だけどそこまでの情報知らない時とか、あ、なるほどね、この人 何県の人なのねとか、なんか奈々さんから情報を、そのショールームで、あ、え、かわいい、ゆうくんさん、七並べ頑張り中、ありがとうございます。タワー、コマちゃんタワーかな、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。ゆうくんさん、かわいいコマちゃん、ありがとうございます。ありがとう。すごい、近づいたら色が変わっちゃう。あと一通ね、メール送んないとな。送ったと思ったんだけどな、さっき送ってなかったっけな。今日もショールーム中に個人情報ね、個人情報めっちゃダダ漏れだったね。え、なんか違う、え、なんかめっちゃ加工されるんだけど、え、なんで、怖い、やだ、無理、なんで、何もついてない、何もついてないよ。なんかやだ無理なんかなんの過去、なんて言ったらいいんだろうな、なんかそう、なんて言ったらいいんだろうな、なんか目がちょっと大きくなって、顎がちょっとシュッとして、目がちょっとキラッとする感じB ルク、そう、 B ルク、あ、私がちょっと可愛くなったのかな、もともとが。それでなんかいつもの写真だとちょっとあれなのかな。いいや、なんか他の加工つけちゃおう、もうそもそもなんかフィルターつけちゃおう。あ、なに、パンダ、パンダ、あ、パンダになった。あ、見えちゃう、そしたらこっちだ。ちょっと今の写真を送りますね。パンダパンパン、パンダパンパン、ショールームはすごく可愛く写ってます。本当に優しい、ありがとう。そう、内緒の写真、パンダパンパン、ショールーム9時半からやるよって送ったと思ったんだけど送ってなかった。でも予約はしてたね。ギルティ最終回、そうなの。でもね、ちょっと今日早く寝ないといけないからね、ちょっと見れないんですよね。録画はしてるので、そう、明日家帰ってからかな、それとも朝ちょっと早起きしてみるかかな、楽しみにしときます。でも待って、気になって起き寝れないかもしれない今日。
気になって寝れないかもしれない。いや意地でも寝まっちゃんと。そう、録画機、ハッシュタグ、いや録画機のある生活なんかあるよね、ハッシュタグ花のある生活とかなんかあるよね、ツイッター、ハッシュタグ、インスタグラムで、うん、早めに休んで体調整えてね。ありがとう、皆さんもね、最近暑くなってきたので寝れるときは寝て、暑苦しくなってきたからね、こうね、寝るのにもまた時間かかったりとかねするから、早めにお布団入ってね、お風呂でさっぱりした後に、うん、あ、かわいい、ともやさんありがとうございます。ともやさんかわいい、かき氷タワーありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、おじぎ、ともやさんありがとうございます。かわいいタワー、いつも最近よく眠れて寝坊しそうになる。それはいいことじゃないですかね。なんかでもなんか人によってさ、そういう周期があるよね。なんか満月のに近づくほど眠りが深くなるとかね、そういう人もいますよね。寝る前はそうですね、お水をちょっとパプッと飲む、パプッとパプッと飲んで、うん、から寝てますね。そうだ、あとはそうそう、たくさん完売ありがとうございますね。私数えたら25部だったんだけど、合ってるかな、合ってる、それ合ってるか聞いてからさツイートしようと思って。合ってる、25部で合ってる、合ってる、合ってる、合ってます、ありがとう。すごい、25部って100何部あるんだっけ。そう、4分の1だよね。めちゃくちゃびっくりした、ありがとうございます。それでね、これでね、今日勉強してる時にね、息抜きがてらにね撮ってみたんだ。じゃーんじゃーんって言うほどじゃないけど、全然全然ね、じゃーんって言うほどじゃないんだけど、これを書いてみます。でもちょっとね、その時ね、赤の太いペンがなかったから、ちょっとね、これでいいか。クレヨン、懐かしい。あ、千穂ちゃん39も完売してるの、すごい。3分の1、3分の1じゃん、すごい。私は何部だっけ、25か。これこれ、ちょっと待ってね、これあとちょっと、あとちょっとで完成するから、この赤のねやつにしてからね完成するからね、ちょっと待ってね、ちょっとつむじ見てて。あとはここだ、ここだ、あとはもうないかな、すごい。あとはそうだ、2月21日の最後の部、じゃん、見て、こんなに完売してる、すごい。あ、ふーちゃん41、すごい、半分、半分、すごいね、すごい。じゃん、もうね最初の2日間が、まあでも11月23日はあと7時間目だけ1個残ってるので、ちょっとごめんね、字がちっちゃくって全然見えなくってすごい、
ごいね、ありがたいです。こんなに真っ赤っか。あとはこれ作ってて思ったのが、やっぱり平日は皆さんやっぱお仕事とかあるからあれかな、こう3時間目一番最後の部が人気なのかなって思いましたですね。あとはまあ来年はねかなり余裕があるので、全然まだまだこっちとかも1個しかまだついてないし、最後のそうだよね、お仕事がどうなるか。皆さん大体お仕事何時まであるの？5時6時うん、あ来年は把握しにくい。まあそうだよね。あ枠が多い人は分散ね。私マックスなんだよねきっと部が。ちょうちゃんと私はマックスなのか、ふーちゃんもだっけな、ね、ふーちゃんのためなら休みます。じゃあぜひそのコメントふーちゃんのところでしてください。そう、それ私に言われてもすごいとしかならないのでね、ぜひぜひ。あふーちゃんはちょっと少ないんだ。そうなんだ。17時か18時か、そうなのね。め携帯どこやったっけなってなってる。あれ携帯どこや、チェキに持ってる。もうチェキ、あそうだ、それで25部ですよね。25部だよね、25部で合ってるよね。それをねありがとうございましたっていうのをねツイートしたいと思う思う。その前に、あいやツイートします。ごめんね私が全然ねツイートしてないからね、もっともっと私がツイートしてたらねもっと完売出てたのかもしれない。私の努力不足でございます。ぜひね拡散希望です、このツイートは。あとは新たに申し込んだブーとか教えてもらえると嬉しいな。ここ申し込んだよとか。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、じゃん。いいね10、はまじさん、おはっちゃんさん、ソルファ77さんかな、のらぺこさん、はしけんさん、たかしさん、スランプさん、ルルさん、きんどさん、きょうたろうさん、いいねベストってすごい、みんな早い、もう100ついてる、ありがとうございます。皆さんぜひ拡散拡散拡散、リツイートリツイートリツイート。なの今ねツイートをしましたので忘れられない恋していいか、もちろん。あ麦わら帽子似合ってる、ありがとう。いっぱい申し込んで後でまた申し込むよ。ありがたい、クリスマス抑えたよ、ありがとう、とても可愛いよ、ありがたいですね。なんとクリスマスはねまだねあと3、5、6、7時間目が残ってます。
これうまく写真撮れたら、写真撮れるかな、うまく。撮れた。これインスタストーリーにあげよう。まだまだ申し込むぞ。ありがとう。あ、年内あまり取れなかった分年明けを追加します。ああ、年明けね、全然申し込めるので。あ、クリスマス枠抑えたからハッピー。クリスマスイブも平日ね。そうだよね。でも2時間目一番早い部が売り切れてるんですよ。きっと私のサンタさん姿を一目でも早く見ようと、1秒でも早く見ようと、ね、最初申し込んでくれたのかな。まだあと4つね、選択肢残ってますから、ぜひぜひ。クリスマスね、一緒に過ごしましょう。メリクリメリクリメリメリクリスマス。あ、メール来た。早かったな、結構。結構早かった。ねえ。お、全日取りましたよ。すごい、お強い。じゃああれだね、もし、まあもし仮に全日全完売したら、もう全部の部のあれだ、あれがもらえるね。あのデジタルフォトサイン入りフォト、フォト2回言っちゃうけど、フォト全部もらえますね。そうなの、このチェックがついてる完売の枠を1個でも申し込んだ方はデジタルフォトが、その部撮ってる方だけのやつかな、がもらえるみたいです。すごい。デジタルフォト欲しかったな、欲しかったな。まだまだもらえますよ。この売り切れてない部はまだ買えるので、まあでも今売り切れてないだけで、もしかすると今後ね売り切れるかもしれないので、完売するかもしれないのでってなった時にあのもらえるので、全然ね、お友達と協力して半々で買ってもいいと思うよ。半々でその部をとかでもいいし、何人かでちょっとこの部デジタルフォト欲しいんだけど買わないみたいな感じで言って申し込んでみるとね、いいと思います。まあ、ちなみに私の可能性で言うと、まあ、次売り切れるのは11月23かなって思います。ここの一部かなって思いますね。あとはどうだろうな、まあこの11月26、12月18の1、2部か、もしくは、あ、まあでも12月24かな、ここかな。あとは1月13とか、1月20、1月21の3時間目かな、3時間目。3時間目人気説。どのタイミングでの完売なんや。確かにそれはどうなんだろうね。ちょっとわかんないです。どのタイミングでの完売だった、チェキの時は。チェキの抽選の時はどの段階の再販の時だったのかな。
どうなんだろうね。うん、いつもは再販後かな。じゃあ再販後かな。まあでもこの2時で売り切れてる、間違えた、2時では売り切れ、って3時で売り切れ、まあ3時で売り切れてるこの25部はきっと、まあ再販でも普通に考えたら売り切れるのかな。めちゃくちゃ空注文3時でしてる人がいたら別ですけどまあそんな悪質な人はねきっと全部の部でしてくると思うので、そんなに偏らないと思います。まあ、今売り切れてるところはまあほぼですけどね、まあ、確実なこと言えないけど、ちょっとこれ、あ、そうだ、ちょっと最後にちょっとごめんね、ちょっと一回七並びしてるね、してるねちょっと七並びして、あ、初めて話すから今からドキドキ。そうだよね、ドキドキ。何話します？なんかやっぱりこうね、普通の SNS だと1対1で話せないから、なんかね、こうその人だけの話を聞くこともできないし、あなただけにお話しすることもねできないから、なんか難しいんだよね、こうね、うまく返信できないっていうか、無視じゃないけど、うん、なんかそれが指針になっちゃうってなって、あんまり言えなくなっちゃうから、うん、ね、何話す？何でもいいよ、何でもいいよ。今日の朝ごはん何食べた？とかでもいいよ。最近ハマってることは？とか、めっちゃインタビューみたいな感じになっちゃう。そこでしかね話せないことをね話したいですね。なんだろうそれってって感じだけど、まあ、お互いの近況報告、自分の近況報告とかでもいいかな。最近こうしてるよとか、意外とね、意外とこういうところではお話できないから、お互いの緊張感はすごそう。ああでも、その七並べでお話し会してみた感じはなんか、あ、他の子行ってもユミに見つからないか DD フェスねって言ってるあなた、他の子のねチキ呼ばれてるの見たしね意外とこうやってバレてるよっていう、面白い感じの、めちゃくちゃ面白い。あとはでも DD さんは、あ、何枚買うといいんですか？全然1枚でもいいんだけど、私も正直どれぐらいお話できるかが分かんなくって、オンラインだと。なのでまあなんか、なんだろうな、2、3枚あるとめちゃくちゃ余裕持ってお話できるのかなとは思うけど、1枚でもお話はねできるんですけど、難しいな。まああるに越したことはないって感じかな。うん、あとはこう DD さんにがあれだなって思うのが、なんか今回待ち時間とかが分かんないし、あと一部が短い40分しかないから、あんまりね同じ部にいっぱいの子買っちゃうと多分ね回りきれないんだよね。だから割と単押ししててよかったなって感じ。自分語りしたい時は何枚、え、もう自分の語りたい分だけかな。自分の語りたい分だけ申し込んでください。もう人生なんだろうな、意外とね話せるけど話せないから、あっという間に時間来ちゃうから、余裕持ってっていうのをねおすすめします。たましばんざい、そう、たましばんざい、たましの方、こういう時にねちゃんと
報われるじゃないけど、なんか楽しんでよかったなってなりますね。いつもなるけどね、楽しんでよかったってなるけど、やったー。うんね。だから逆に楽しじゃない方は全然楽しじゃなくていいんだけど、その同じ部品で買わない方がいいと思うんだよね。例えば1時間目、それ1時間目みち行くんだったらみちしか行かない、2時間目はちょうちゃんしか行かない、3時間目はひなちゃんしか行かないみたいな感じで分けると、まあそのあどうして回れないかもしれないっていうヒヤヒヤがないと思うし、今回ね押し増しとかが使えないんですよね。だから今までは回りきれなくっても、例えばさサイン会とかさツーショット写真会とかってさ、まあ結構回れなかったりするじゃん、同じ部何人もってなった時に他の子に使えるけど、今回はその押し増し制度が使えないので、そう本当にそれが無駄になっちゃうっていうか、せっかくその用事とかで行けなかったとかじゃないのに、せっかく自分はそこにいてずっと待ってたのに使えなかったってなっちゃうから、そうぜひその部その子に行くって言ったらもうその子にした方が良きかなって思います。あ、押し増し検討中なんだ。どうなんだ、でもなんだろうな、なんせ40分しかないですからねなんせ40分しかないので、使えるって言ってもそんなに今まで通りホイホイとはいかないとは思うので、うん、思うのでしか言えないけどね、まだ。はい、なのでぜひねユミリンだけの部を皆さん作ってみてはいかがですか、いかがですか。運よく取れたのでお手柔らかに、あこちらこそお手柔らかにってね、私ね実はねツイートに書いてたんだけどね消しちゃったの。このぜひたくさんお話ししましょうの下にちょっとまたタラタラ書いて、タラタラっていうか書いてたの。なんかオンラインチキーオンラインお話し会初めてなのでワクワクします、どうぞお手柔らかにみたいな感じで書いてたんだけど、結局消しちゃった、結局書かなかったからね、うん、また追加するね、嬉しい、今日もべっぴんさん嬉しいな、返信って、まあ、今見なくていいんだけどいつでも見れるから、そういつでもね見れるからいいですよね。緊張すごそうだけど楽しみ、私も楽しみ、全然緊張なんてしなくていいんだよ、うん、ループできない、ループはねできると思うよ、わかんないけど、ちょっと無責任なことは言えません、わかんないわかんない、その辺は書いてないですね、うん、あ、来年の2月21日当選したい、ありがとう、じゃあこの最後の部を完売したのはあなたかな、わかんないけどわからないです、ありがとう、いっぱい赤色が増えていくといいな。みんなさ、ちなみになんかめっちゃ怖いんだけどさ、もう申し込まないのなんかまだ申し込む、どう思ってるんだろうみんな、まだ申し込みます、迷ってる、
なんかもう最近ね、その言ってるのになぜか不安な、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだみたいな感じで、うまくいってるかわかんないけど最近すごいね不安でいっぱい、何の根拠もなく。あ、4時申し込んだ、あと10枚買います、ありがとう。なんか今日もじゃあ寝れますありがとう。リワの歌見たかった、あ、8月9日にね全国放送があるのでぜひぜひぜひ。ちょっとまた聞いてみようかな、めっちゃ使うじゃんこれ。最近ねそうお勉強してるのでルーズリーフがねいっぱいあるんですよそのリーズリーズズルルルルーズリーフを使うっていう。あ、遠征費浮いた分買おうと思う。そうだよね、皆さん的に遠征費が浮いたから。だってね毎回すごいよね、すごいよね、宿泊するのにまあ約1万とかかかっ、もっと見やすかったり高かったり個人差あると思いますけどね、そこの会場に行くまで何千円何万円かけて行って、また何千円何万円かけて帰ってみたいなのがね、それがゼロだからね。全日程ちょっとずつだけど申し込んだ、ありがとう嬉しい。じゃあ全部の部ね、フォトサインデジタルフォトサイン付きが渡るように私も頑張ります。10月31日はもう完売したのでありがたいことに。ね、このペンの色可愛くない、このペンの色可愛くない、最近っていうかもともとだけど、なんかこういうの描くときに黒じゃなくて茶色で描くんですよ。全然スケジュール帳とかもそうかも、黒一個も使ってない、全部茶色、その黒系で描きたいやつは。ちなみにこれはね、あ、こっちに入ってないかな、2つあるんだよね。筆箱2つあるの、ペンいっぱい使うから普段使い。ちなみに、あ、これプレイカラーなんです。これはでも中学校の時から用してるかな。このやつはこっちがねもうインクがなくなっちゃったので、今こっちは用し、こっち買わないといけない。って見てるとちょっと薄いよね、こっち今使ってるのこれで、ちょっと薄めの茶色なんですこの色。こっちはねもうちょっと濃い感じの色合いですね。学生アイドル、そうなんです、そうなんです。皆さん何枚ぐらい撮るの、4時で100枚ぐらい撮る人いないのかな。
なゆみのパネル当たったよ。いいな、私の分まで飾ってください。あ、チェキ申し込めなかったから買います。ぜひぜひね、チェキ申し込んでない方は、チェキ申し込んでる方よりも3枚多く申し込めますよ。チェキない分ね。もうちょっとで終わるから待ってね。ちょっと待ってね。2月19日。2月20日。2月21日。はい。じゃん。次の、あ、くじ付きも買いました。ありがとう。4時であなたはどれを申し込みますか。申し込まない方はね、一緒に見てましょう。私と一緒に何も押さずに見ておきましょう。そうだね、4時で届くかなって思ってるのとか、4時で申し込むよっていう、よし。遠くてなかなか行けなかったから今回初めて話せます。なんかそういうの聞くと嬉しいよね。こうやっぱり直接会うのが一番いいけどさ、ね、そういうの聞くと、あ、オンラインってまあなんか新しい試みでね、握手会行けなかった人とかもね行けるからね、まあ、それはそれでいいこともあるんだなって思いますね。ね、オンラインだからこそとかね。なかなか、あとはそうだな、移動できない人とか、なかなか難しい方とか、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あ、クリスマスか。へー、クリスマスに、はい、来てくれるんですね。ありがとうございます。じゃあクリスマスは後から撮ろうと思っている方はちょっと早めにかもしれないってことですね。あとは11月23日の7時間目ですね。これはここはもう7時間目しかないので、はい、ここかな。あとは15は、あ、やっぱり最後の日なんだ。6が意外とそこ、まあでもそこか、4の次に、まあ明けおめん。1月16日はニャポッポで JK になりますので、ぜひ
ぜひぜひ。私的には全然なんか、あ、順位が低かったところを申し込む、逆にね、こう逆に申し込んでくれてね、完売が出やすくなるのかな。そしたらありがとう。うんうん、かな。確かに、なんかまとめて話したい方とかは、まあ、4時の時点でのこの穴場ってことは、まあまとめて買っても誰も文句言わないので、はい、逆にまとめてなんかね、10月31日のさ全部の部をさまとめて買ったらね、まあ、めちゃくちゃ嬉しいけど、私的にはもうユミリンのに早く会いたかったのにとかもしかしたらね思うかもしれないので、まとめ、確かにまとめて買いたい方は今のをちょっと参考にしてもらって、ただだって誰ももう、まあ、もともと誰も文句言わないけど、さらになんかさらにっていうか、まあ、私も完売が出て嬉しいし、ね、他の人も別にそこを買うつもりなかったしって感じなのでね、はい、ちょっと嬉しいな。ってことはじゃあ私が予測してない日が完売するってことかな。なんか12月24が売り切れると思ってたのに、そんな穴場の日が売り切れるんだって思ったってことは、じゃあいっぱいお話できるって考えたらいいのかな。嬉しいね。衣装は、服は今決まってるのが12月24の、まあ、サンタさんですね。あとは1月11日になんか昨日チロって言ったんだけど、なんか巫女さんのキツネちゃんにちょっと興味を持ってる段階です。吉岡里帆さんみたいな、あけおめみたいな、それで感じで思ってますね。キツネちゃん、そう、巫女さん、去年は巫女さんしたんですけど、今回は巫女さんっていうより、なんか狐がやりたいから巫女さんをするのかもしれない。そう、狐がしたいから、なんかもうなんか巫女さんどこにあるか分かんないやとか言ってたけど、多分します、狐になるね。うん。あ、時間が短くなるのが怖い。あ、全然ね、例えば完売したしない関係なく一人の時間は絶対変わらないので、それはご安心ください。完売したから短くなるってことはないですよ。ちゃんと短くならない範囲で考えてくださってるので。あ、キツネとかめっちゃリアップ、確かに私なんかそういう耳系つけないから結構レアかもしれない、逆に。うんうん。あとは1月16日ににゃっぽっぽで、めちゃくちゃ楽しみ、私的に。なんかみんなはどうなのかな、多分ね、皆さんより私の方が楽しみだと思う、この日。にゃっぽっぽで最近会えてないな、にゃっぽっぽでね、時期的にかもしれないけど、だからすごい楽しみ。3個1になります、この日は。あとはね、そうだね、あとはもう平日がどうなるかって感じですよね、皆さん的には。あ、なんかお腹空いてきたな、ゾンベー食べたくなってきちゃった、そんなお話するから、ね、逆に平日が今回あるからさ、平日しか行けなかったって人がね
嬉しいって思ってるといいな。そうやってね思ってくれてると嬉しいな。まあ平日行けないよって方は、まあ、いつも通りな感じで思い出せる恋をしよう。あと 20% になっちゃった。思い出せる恋をしよう、オンラインお話会。ちょっとストーリーズなんだよね。みんなストーリー言うけどさ、ストーリーなんだよね。どうでも別に永年けど数うん、土日より平日のが休みやす。確かにもうそれはそうだよね。普通に考えて深いところは完売してます。ありがとう。第4次時受付明日の13時までです。確かになんか今まではさ週末しか会えなかったけど、こう週の半ばに会えるってお互いどんな気持ちなんだろうね。もしね私のこれなんかあんまり見えなかったよって方はインスタに載せたのでそっちの方が見やすいかなって思います。詳しく見たい方はぜひスクショとかしたらね保存できると思うので。圧倒的2月の1月2月の完売のなさっていうか買いやすさですね。買いやすさ圧倒的1月2月の買いやすさ。買いやすい、やった、申し込みやすい。うん、お1万人ありがとうございます。ありがとう。自宅で会えるのが楽しい。そうだよね、自宅で会えるのがすごい楽しいと思う。あとは平日とかもしお仕事休まなかってお仕事あるんだったらお仕事終わりに私がお仕事お疲れって言えるのってよくない？明日も仕事だよ、頑張って、今帰り仕事のみたいなやり取りなんかよくない？全然帰りながら今仕事の帰りなんだよみたいなので、今帰りなの、お疲れみたいな、お疲れ明日も頑張れとか、あとは今帰ってきたんだよみたいな感じで、お疲れ、お仕事お疲れ様みたいな感じの、そのなんだろう、至福のひとときになるといいですね。今の感じ最高。まあ、今のはあんまり感情こもってないっていうか、なんだろう、普通に言っただけなんですけど、それをねあなただけに何々さんお疲れ様ってあるからね。あとはまあその日運悪く残業とかわかんないけど、お仕事がそもそもの仕事がちょっとあぐらかくの見えちゃった仕事がね長引いたらちょっと合間にちょっとこそっと
そっと会って、いいね、こそっと会って内緒の内緒の恋みたいな感じでこそっと会って、今仕事の途中なんだよとか言って、お疲れ様、今仕事頑張ってねみたいな感じで、いいね。めっちゃなんかもう私が楽しみなのよ本当に。私が楽しみだからいっぱいいろんな想像しちゃう。車内からでもいい、もちろんです、もちろんです、車の中で。まあさすがに運転中はちょっとね危ないので、ちょっとどっかに泊まってもらって、今車で帰ってる途中なんだよとか、いいね。あ、それしたいから平日申し込んで、そう、これができるのはきっと平日限定なので、てか本当にオンライン限定だよね。だってさ、ね、仕事休んできてる方が大半だし、休みの人とか、あとは今から仕事なんだよって人はもうちょっと切羽詰まってるじゃないけど、そっからまたお仕事場に行かないといけなかったりするからね。楽しみ。いっぱいそういう話したいからいっぱい申し込んでください。いっぱい仕事の合間にお話ししましょう。平日人気でそうだね。そうだね、もうね、ありがたいことに年内の3時間目がもう完売しちゃってるので、まあ、年内の 1,2 時間目にするか、まあ一番早いと1月13日の3時間目とかですね、1月20の3時間目、1月21の3時間目とかかな。まだ平日私 1,2,3,4,5,6,7日間あるので、私平日がまあ7回チャンスがあるってことで、7日間チャンスがあるってことですね。どうだ、申し込みたくなったか。申し込みたくなったか、どうだどうだ、ちょっとは話したいと思ってくれたかな。そうだと嬉しいな、ショールームしてよかったなってなるな。なった、ありがとう。じゃあこの後キャラアニで会いましょう。あとキャラアニで待ってます。配信見てよかった、あ、そうやって言ってもらってよかった、配信見ててよかったって思ってくれたら嬉しいな。あと少し買い増しします、ありがとう。モバメの方にも、そうだね、この画像とかメールにも明日送れたらいいな。楽しい配信でした、ありがとう。想像して緊張してた、緊張しなくていいよ。13位、アヌアットマングコロワングサークルさん、アヌアットコップンカーン、アヌアットコップンカーン。12位、ふにゃいくろにゃんこさん、かまさんむにだーん、かまさんむにだーん、わしっそよーん。11位、エリアルマルさん、ありがとうございます。10位、石秀なこゆみこさん、なんか神吉ゆみこ大好き、どうもありがとう。9位、なおさん、やっと話せると思ったらめちゃめちゃ緊張してき、文字数いっぱいね、お話ししましょう、なんか足りなくなる気がするから話すこと、なんだろう、だからめっちゃもう余裕持って申し込んでください。自分が思ったよりも、なんか自分が、みんなそうだけど、自分が思ってるより私結構話すから、私が話す分まで時間も取ってくれると嬉しいなって思います。これ1枚で自分話したいこと話せるかなって思う、1枚で話しても私も話したいから
で、私にもね少し時間くれると嬉しいです。ありがとうございます。8位ハルコンさん、これからキャラに GO GO、 キャラに今宵もキャラにで会いましょう。ありがとう。いっぱい会おうね。いっぱいドドドドドドドってやっていいよ。あのさっきのゆみこ隣の数字がドド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 と何回でも会いましょう。ありがとうございます。7位トリダーさん、ありがとうございます。6位ハルミーさん、滝の美子神吉、ありがとうございます。あ、確かになんかなんかさ思ったけど、例えばさ大阪でしか会えないとかの人もどこでも会えるってこと、オンラインだと、めちゃくちゃ楽しみだな本当に。なんかやっぱりこう大阪でしか会えない、関東でしか会えない、広島でしか会えないみたいな感じの人いるじゃないですか。なんかすごい、どこで出没するか、どこで出没めちゃくちゃ楽しみ。ありがとうございます。これユッキンさん、エミリンガチ恋中、ありがとうございますね。ガチ恋しちゃってください。もうその勢いでね、もう一日デートだよって言って、もう一日全部申し込んでもいいし、ありがとうございます。スランプくんさん、バレてるのびっくりだけど神吉ですから買えたし、買えたし。でも全然そんなあれだよ、別になんか今更感っていう、今更感っていうか、はい。じゃあお詫び、お詫びじゃないけど、もしちょっと悪かったなって思ってるんだったらね、ぜひキャラーニに行っていただいて、ありがとうございます。遠藤さん、ユミリン大大大大好き、いつもありがとう、ありがとうございます。さあユキンさん、ユミリンガチ恋中、あれ変わった、変わった、それでも私が読み伸ばしちゃった、変わった、ありがとうございます。2位ともやさん、ありがとうございます。たまもありがとうございました。わしわしわい、おいしそうな、ありがとうございます。そして第1位がゆうくんさん、七並び頑張り中、ありがとうございます。たまもありがとうございますね。ゆうくんさん、ゆうくんめっちゃ七並び頑張ってくれてるのに、私今日も全然七並びできてなかったから、ちょっと今日今からやっちゃおっかな、終わった後に少しんたやっちゃおっかな、の前にちょっとお母さんに連絡します。あと今日は矢野ほのかの誕生日です、イエーイ。実はほのたんに0時00分に送りました。でもその後すぐ寝ちゃったから返信は朝見ました。しかもそんなにお誕生日おめでとうしか言えてないから、まだ。あとはアーヤンさんも今日お誕生日なんで、アーヤンさんもね実はアンクレットの時に連絡先を交換していただいてたので、 LINE で直接おめでとうございますって言いました。歌唱力出場を先ほど宣言、おお、まあ果たして滝野は今年出場するのかしないのか、別に誰も注目してないと思うけど一応これでも2回とも出てるんですよね、歌唱力。あ、違う、間違えた、最初出てなかったね、最初は出たかったとか言って結局なんか申し込み間に合わなかったんで、はい、もし今回出るんだったらね2回目だと思いますが、まあどうなることやら、どうなることやらって、まあ、歌うのは好きなので、まあどうなんですかね、はい。そう、去年でもめっちゃ声ガラガラで全然歌えなかった。あ、ドリカム歌って歌いたい。でもなんかすごい思うのが、48グループの以外の曲を歌える、皆さんの前で歌える機会ってそこぐらいしかないじゃないですか、公式的に。配信でね歌えないし、ドリカムさんとかね、こう著作権の関係だったりとかね。だからそれは魅力的だなって思ってます。まあただどうなることやら、それはちょっと私も何とも言えないので、またまあ
まあいっぱい完売が出たのはとか、全然それは嘘ですけど、全然嘘だけど、うん、なんだ他にもねやるべきことがたくさんあるので、ちょっといろいろ考えてから決めたいと思います。うんうん、はい。笑い、じゃあそろそろ終わろうと思います。あと寝る前にちょっと七並べするので、会える方は会いましょう。今宵もまた、この後キャラにね会いましょう、はい、それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、おやすみなさい。今日も一日平和でした。ありがとうございます。これからもね、あ、ルーレットしてなかった。ありがとう。今日のルーレットリリ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 ンティーン、えダンダン、スプーンさんありがとうございます。スプーンさん明日いい一日になります。おめでとうございます。ラッキーカールラッキーボーイおめでとうございます。平和な日常に感謝。それでは最後までありがとうございました。今度こそ今度こそありがとうございました。明日も一日頑張りやめに。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。